どうも、アキです。パワプルアプリやっていきましょう。今回はこちらの祝賀会ダイヤのエースアクト2コラボ記念ガチャを追加で100連さらに引いていきたいなと思います。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google Play コード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価していってください。さあ、ということでございまして、追加ガチャやっていきましょう。ただいまゆい&奥村 SR45 を作るまで終われませんということで、まあ、100連ずつ、引いていますというところですね。まあ、最初の70連も合わせて現在170連というところで、今までの状況を確認しておきますとこんな感じになっております。まあ、今回みゆきに関しては、ここまでやるっていうのは決めてないので後でお話しするとして、まずは、ゆいですね。ゆいかおるに関しては、現在 SR プラス3になっています。で PR もあと3枚か4枚ぐらいありまして、今回ここは45になってくれるんじゃないかななんて思っています。まあ、PR を PR に壊したりして結構、まあしっかり固く解放していければいいなと思います。逆に奥村に関して現在 SR プラス2なんですが、もう PR がなかったりして、まあそうですね、優位に比べてちょっと解放が遅れているなという感じなので、ただダイヤのエース、アクト2保守 SR 選択ガチャ券があるので、まあそこを使ってあげると今 SR プラス3、あと2段階進めばいいっていうのを考えると、今回 SR とかが出るとまあ割ともう解放できるのかなと。まあ、というか PR プラス5を作れば2段階という可能性もあるので、まあ2人ともまあまあというところではありますかね。でちなみにみゆきに関しては、まあ、PSR が1回解放されていまして、で元々のバージョンの SR を1枚、このバージョンの SR プラス2を今1枚、というところなので、うん、まあそこをしっかりと SR プラス5にはしたいなと。そして2段階くれば46、元のバージョンも通れば48、PSR が被れば50までという感じですかね。はい、まあまあまあそこはあんまり深くは考えてませんが、まあ、46以上になってくれれば嬉しいなという形ではあると思います。さあ、ということで引いていきましょう。今回は石を使い切れば100連になるので、もうどんどんいきましょうか。さあ、まず10連目いきましょう。お願いします。 SR がね、被ってほしいですね。前回そこが1枚しか被らなかったので、なんか相良ピックアップガチャだったので、前回はぜひそこが、今回の見どころかなと思います。さあ、奥村の PR ナイス。よしよしよし、奥村被った。よし、一番被ってほしい SR が被りましたね。これでプラス3確定で、選択ガチャ券まで使ってプラス4まで見えてくるので、今回もしかしたら超うまくいけば100連引かなくてもいいかもしれないですね。てかもう割と早めにできそう。3人ピックアップというところで結構時間かかるかなと思っていたんですが、僕の予想よりは結構早くできている感じがします。よし、奥村の PR、まあ、PR 毎回1枚確定というのも何気に大きいですね。でちょっと今回は、この奥村しか PR が出なかったんですが、意外と3人4人ぐらい10連中、この3人が含まれている感じなので、まあそこもいい影響を与えてくれているのかなというふうに思います。さあ、まあ奥村が欲しいかな、やっぱり今の PR の数的には。さあ、ゆいの PR、 ゆいはもうおそらく PR5 は作れると思うので、お奥村、おこれはちょっと待ってくださいね。ここで一度考えてみましょう。というのもゆいに関してはそう、 SR も持ってるんですよ。ただ PSR が当たるかもしれないので置いときましょうみたいなこう話になっただけで、これ終わったんじゃない、もうもしかして終わった気がする。全然100連引かないで終わったかもしれない。やった、今回かなり時間かかるかもと思っていたんですが、意外といけそう。ということで奥村の PRPR か、分かった。今奥村が SR2 枚余っている状況なので、まあそこを混ぜればプラス4、 SR プラス4までいきますね。で PR が通れば SR プラス5になりますと。ただ PR が通らなかった場合に関してもダイヤのエース選択ガチャ券を使えば SR プラス5になるという状況ですね。でユイに関してはSR が1枚あるのでプラス4は今確定しています。ただ PR もたくさんあるので、そちらを使ってプラス5にできれば SR を、保持したまま、まあ今後もし PSR が出れば PSR 以降の時に使っていけるという形になるので、まずはこの PR でプラス5にすることを目指したい。はい、で PR を単体で混ぜるというのももちろんありなんですが、今多分 R もあると思うんで PR プラス5ができないかどうかを、まず探ってみたいです。
もしユイの PR プラス5ができれば2人とも、SR プラス5になることが確定しますね。はい。ただそうなるとみゆきが中途半端に止まるなというところはあるんですが、まあちょっとみゆきのことは今回はさておきに、して、みゆきはまあ PSR なので今後もうちょっとゆっくり解放を狙っていくということにしましょう。ということでみゆきのことは一旦忘れてこの2人のことをやっていきます。今ちょっとまずボックスを開けたいので適当な R を食わせましょう。はい。これはいらないだろうという R がこの辺になるかなということで、はい、 OK。 神楽坂とかそろそろ別バージョンワンチャンあるんじゃないかなと僕は勝手に思っています。ということでガチャ保管庫から今その3人の PR を1回持ってきたいですね。ゆい、奥村、そしてみゆき、はい、この3人の PR を持ってきて、まずはここの解放を頑張ってみようということで、ゆい、これが PR プラス5になればもう確定なので、惜しい、何これあ、ただここはダイヤのエース PR 選択ガチャ券があるので、はい、もうここは確定でいきましょう。もう確実に作りましょう。こういう時は普段は PR を PR に混ぜることは僕はしない派なんですが、確率を考えると、ただ、こうやってもう確定にできるよという時は使っていくと。で、ここに PR 選択ガチャ券がありますので、ここでユイを獲得して OK。 これでユイがしっかりと PR プラス5になりますね。 OK。 これでユイのまず SR プラス5が確定したので、そこを作っていきましょう。これが2段階通ってくれれば SR を温存できるというところで、はい、いきましょう。お願いします。あー、早かったな。今回何連引いたんだ。30連、ちょうど200連ぐらいで2人ともなので SR プラス5になるという形でしたかね。これはどうなんでしょう。運がいい方なのか悪い方なのか分かりませんが、前回のガチャは全然そんなにこの2人がめっちゃ出たっていうわけではなかったので、多分これくらいでできそうな気がします。よっぽど運が悪くなければ、僕多分今回運良くないと思う。前回のガチャ動画も見ていただければそんなにバンバン出たわけではないので、さあということで残念ながら2段階は来なかったので、はい、まあ PR をね単体で壊していけばそこだけでここ余らせられたかもしれないですけど、一つも取らなかった時にまたガチャを引かないといけないことになるので、ここは、しっかり大切にということで、ナイス、いきましょう。200連だったら全然いいな。200連で3人まあまあ進められたのであれば、はい、まあみゆきがどうなるかは分かりませんが、で続いて奥村いきましょう。奥村に関しては今 SR がそれだけあって、 SR が2枚あって PR が2枚あって、まあプラス4なので SR だけで確定、どちらかが通ってくればプラス5になる。ただここは2つともぶっ込みます。で失敗した場合にはダイヤのエース SR 保守選択ガチャ券があるので、そこで奥村を引いてあげれば、はい、プラス5にはなりますよと。プラス5はもう確定しているという状況ですね。ナイス。まずはなのでこの PR が通ればいろいろと、温存できるものがあるので、これ結構大切な PR の勝負いきましょう。いやー、ちょっと奥村が全然 PR 取んなかったですね。奥村には PR を単体5枚食わせまして1回も通らなかったので、まあ、ちょっと残念だったなというところではあります。ただまあ OK です。これでプラス5にはなるので、2回と、はい、でここでプラス4になってダイヤのエースアクト2保守 SR 選択ガチャ券で奥村をもらいます。ナイス。これでよしよしよし。でボーナス選手、ちょっと今回は春一ね絶対プラス5 SR45、ま、もし見えるのであれば PSR も狙っていきたいと思っているので、ただ無理か、ちょっとボーナスが高くないですね。まあ SR45 になればいいや。というのも今回 PSR と SR で全然ボーナスの値が結構違うなというふうに感じてまして、 PSR みゆきしか持ってないし、あとのボーナスキャラも PSR 持ってないからな。まあでも 45SR45 は絶対作りたいので、ちょっとボーナス選手をしっかり今回は作ります。で今回目標にしていたこの2人の SR プラス5作りができて、あとは、まあ、おまけというかみゆきができればというところなんですけど、うーん、なるほど。ここはね SR 単独みゆきに関しては、まだクイズちょっと終えられてなくて、そこの累計で PR1 枚もあるので、まあ、R はそこでまた使っていけばいいと考えて、ちょっともう思い切っていきますわ。
ただ一応これもったいないですね。全部通った場合のことを考えると、はい、まあちょっと無理かな。これ SR プラス5はまだ無理な気がする。とりあえず行きましょう。くっ、はあ、まあなのでそこ置いとこうか。はい、あーみゆきがね結局 PSR なかなか進む。まあ最初がね2段階いかなかったっていうのもありますし、まあここ勝負しましょう。じゃあみゆきみゆきみゆききつ。いや SR 引いた方が良かったんじゃないか説があるというか、というかこの SR をプラス5をにしたらそっち使っていくか、混ぜる前に。そうですね、今思うと。まあ今は PSR こっち使っとくんですが、将来的にプラス5になったらまあゆっくり、そんな感じですかね。はい、まあいいでしょう。とりあえずこれで新制度高校、まあ十分にこう攻略するだけの解放は進めることができたと思いますし、まあまあまあボーナスに関しましてもそこそこにはなったと思うので、これで僕は作っていこうかなというふうに思います。OK! という感じでございました。はい。ダイヤのエース、新制度高校もさらに頑張っていきたいなと思いますので、皆さんぜひ一緒に楽しんでいきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス!